はははいいこんにちは3月日日です今日は大学のお話をささせてください、えー、私は大学のインターナショナル・アドミッションズというところで働いていて今回の疫病やトランプさんの移民に対する方針などの影響をもろに食らっていますで。先に結論を言ってしまうと「大学ってビジネスだよね」っていうのをそれまで以上に痛感した1年でした。そしてうちの上の子は今高校のシニアなんですね。 秋学学期から多分大学生になりますカリフォルニア州民の税金に助けられているカリフォルニアの州立大学にししか出願していません以前の動画で2年生のコミュニティカレッジは数年前からカリフォルニア州内では学費が州民に対しては学費が無料になったお話をしましたがそれは住民たちがその分余分に税金を支払うという提案に賛成票を投じた結果です。 コミュニティカレッジの学費は就民で税金を払っている家の人であれば無料になりましたが州立大学と呼ばれる公立の大学ユニバーシティ・オブ・カリフォルニアバクレとか UCLA の UC カリフォルニア大学ですねの9大学とカリフォルニア・ステート・ユニバーシティこれ、えっと、私が働いている大学もこの系列でカリフォルニア州立大学の23大学はちっとも安くないです。 でここでちょっと説明を補足でさせていただくとアメリカの大学をざっくり分けると公立大学州立大学とかねというのとノンプロフィットの私立大学例えば IB リーグとして日本でもよく知られているハーバードとかコロンビア大学とかあとはうんとこの辺だと南カリフォルニア大学とかそしてフォープロフィットと呼ばれるこれも私立なんですが例えばロングビーチにもあるデブライ。 ユニバーシティ・オブ・フィニックスといった普通の私立の大学とはちょっと違う最初からビジネスとして展開している大学に分かれますで、公立大学とノンプロフィットの私立の大学は政府から助成金を受けていますがそれ以外に多額の寄付金をいただくこともよくあります私の勤める大学は毎年マネーマガジンとか US ニュースワールドマガジンとかで お買い得っていうか経済的な大学として結構高い順位にランキングしています。それでも2021年税金を払っている州民で学費が6846ドルかかります。そして他の州から来る人たち、あと留学生の学費は約3倍の17142ドルです。これ学費だけです。 学生数は私のキャンパスでは3万8千人ちょいそのうち留学生2千人ぐらいですなので6 8 4 6る3万6千プラス1万7 1 4 2る2千学費からの収入だけでこれですここに州からの助成金とか寄付からの収入が加わるのでそれかけ ×23 大学で単純計算するとまあちょっとした小さな国家よりも 毎年多くのお金を稼いでいる計算になるんじゃないかなと思います。これが安い安いやすと褒め添やされるカリフォルニア州立大学です一方で UC カリフォルニア大学は税金を払っている州民で年間の学費が1万3,226ドル州外から来る人と留学生は州民のこれもやっぱり約3倍の4万2,980ドルです。学生数は これ、えっと、今の学費は,は u、まあ、CSU の倍以上ですよね。で大きいキャンパスも小さいキャンパスもありますが9キャンパスあるので UC システムの収入は CSU よりもっとすごいでしょう。疫病で去年の3月にキャンパスがあっという間に閉鎖されて全部オンラインに変わって。 学学生が学校から消えました実家に帰る学生も結構多くて授業がオンラインなのに学費が同じってどういうことだって腹を立てた学生から、まあ、保護者もいたと思いますたたくささんの訴訟が起こされましたそれでも学費は下がりませんでしたが通常は3,000人が暮らしている学生寮とかあと通ってくる学生が多いので駐車場駐車場も有料なんですね。その収入が減って 凄まじい額の収入減となりました対面で授業がなくなってオンラインが肌に合わず例えば私のオフィスのバイトの学生のように1年間休学する人も続出してその分の授業料も入ってこなくなりました。今学期もほぼほぼオンライン秋学期は対面に戻すと発表したもののその計画はまあまあ頓挫しています。ね、どううなるんでしょうね で前からそうなんですが大学の偉い人たちには留学生というのは額の部分にドルサインがついて見えるようで私の部署への部へプレッシャーは半端ないですでそこで対策として2020年の秋学期2021年の春学期に合格していたものの 疫病の関係でビザも取れず学生ビザも取れず母国も出国できなかった学生についてはオンラインで母国にいながら一クラスでもいいので授業を受けることを可能にしましたただ時差があるので複数の授業を頑張って実習している学生たちは昼夜逆転でボロボロですそしてオンラインは嫌もうどうしても嫌という留学生については2020年秋と2021年春の合格結果を 2021年秋学期に繰り越すことにしましたもう一度願書を提出してもらわないといけないんですけれども彼らに限っては申請費用も無料で再出願できるようにしていますで4人しかいない私の部署は繰り越しと新規でもう七点抜刀で残業代なしの残業続きもうみんな疲れ切っていますちょっと話は 取れますが、私の働いているところは、えー、その申請してきた学生から成績表などを集めてそれを自分たちで計算して GPA っていう成績の平均値を出して合否を決める部署です、まあ、そ,れそれだけやってるんじゃなくて他にもいっぱいやってるんですけどそういうこともしてますで何年か前までは中国から偽物の成績表が山のように来ました留学斡旋業者が半個まで偽造して公文書に見えるものを作ってくるので 見抜けるものもあれば見抜けないものもありました成績証明書を偽造している斡旋業者を辞めた人からの密告も時々ありました中国は最近では政府の機関に問い合わせることができるようになったのでまあ、フェイクは減ってきています他の国はまだまだ見抜けないフェイクがあります一方で皆さんもうすでに私よりもご存知かもしれませんが大学の卒業証書もちろんフェイクですけど 結構簡単にネットで買えますさすがにこれのリンクは貼らないでもいかにもありそうななんとかフォードみたいな大学名で学士だけでなく修士博士号までネットで数百ドルで卒業証書が販売されていますもう極端な話うちの犬のキャッシュだって私が数百ドル払えば1ヶ月ぐらいで博士号を取得することができますなので最近では就職するときに ナナショナルクリアリングハウスとか州のディパートメント・オブ・エデュケーションとか、まあ、絶対ズルができないところから最終成績表を取り寄せて提出させる企業が増えてきましたではみんなどううしししててそこまでで大学に行くんでしょう疫病の前から日本だったら堀江さんとかアメリカだったらイーロン・マスクさんが、まあ、成功しているお金持ちの方たちですよね大学に4年間通って学位を取ることに疑問を投げかけていましたよね。 今回疫病で授業料の返金もないのに全部オンラインしかもオンライン授業をすることに慣れていなくて結構ヘロヘロな内容の教授もいてなんか肌と立ち止まって本当に大学って必要なのかなって思っちゃった学生そして保護者多かったかもしれないなと思います大学はまずみんな行くからってありますよねで有名な大学に入ったらすごいねって言われて 学歴カーストの上に行けたような気がするのかもしれませんあと入りやすくなったっていうのもあると思いますアメリカで一番古い大学のハーバード初代卒業生はたったの9人です今は大大量量にに入って大量に卒業しますよねそれでもハーバード卒ってもうなかなかの年バリューですよね。で学費もどこも最初はそんなに高くなかったんです。 私が大学生だった頃と今のアメリカの大学の学費を比べると30年ちょいで倍以上になっています。なんだたったの倍かと思った人もいるかもしれませんが30年でお給料は倍になりましたか利息がすごくて倍になった貯金ってあんまりないですよね。日本だと親が学費を払ってくれること多いかもしれません。私も 日本の大学は両親が学費を全部払ってくれました大学院は細かくは言わないけれどグラジュエートアシスタントという形で働いて学費は全額免除であと月々600ドルのお給料をもらっていましたでアメリカでは自分で学生ローンを借りて大学に通う人とっても多いですでフルタイムで学生していても働いてる人も多いんですね でローンをを借りりて、うん、残念なながら大学を中退すする人もかなりますでもかまでローンは残りますアメリカ人の学生ローンの残金の平均は4万ドル残金ですよ400万円以上ですそれを卒業してからおじさんおばさんになるまでコツコツ返していくことになりますもちろん学士修士号を持っていたら年俸が上がるっていうのは事実です 高卒よりも大卒の方が障害賃金は七千万円くらい多いんだそうです。その格差は昔よりもさらに広がっています。カリフォルニアでは自分がもう全部の親族の中で大学に行く第一号っていう学生が結構います。で、ほとんどが移民の子なんですね。でもしも家が貧しかった場合、大学を卒業すると貧困から九十パーセントの割合で脱出することができるんだそうです。 今後今と同じ状況が続いて労働力の半分以上が大学卒になった場合もうすでに今半分以上なんですけどもっと増えた場合大学を出ると報われるのではなくて大学を出ないと損をするという状況がさらにひどくなっていくでしょう。では誰もが学,学士号は持つようになって修士号を取らなきゃいけないって考える人が増えたら儲かるのは誰でしたっけ 大学です。就職難の時にそれがこう経済的な今みたいな状況と重なっていない場合にはお金がある場合には大学を卒業して就職できなかった人たちが大学院に出願してくるので大学はとっても儲かります。前の動画でちょっと匂わせましたが大学は税金を払わなくてもいい組織です。大学教育に反対なわけでは私もちろんないです。 そしてオンラインだけで資格を取って仕事にされたらおっかない専攻ってありますよね。医者とか看護師とか獣医とかあと土木とかぜひちゃんと実技をして卒業してほしいです。オンラインだけで学んで手術,手術したりとか橋とかダムの設計をされたら困ります。私の勤める大学でもどうしても実技が必要なクラスだけ超小規模で対面式の授業を続けています。関係ないけど 看護学科が超難関で入るのに何年もかかるケースが多いです。で就職する時に大学卒業以上が求められるから大学に行かなきゃいけないっていうところまで話を戻します。じゃあ大学を選ぶ基準は何ですか将来やりたいことがある人はその専攻が強い大学を選んであとは成績とお財布と相談ですよね。 何を勉強したいのかわからないっていうかそもそも勉強なんてしたくないのに何でもいいからとにかく大学に行かないとっていう人はうちの上の子はその辺がはっきりしていないので、まあ、大学に行くっていうのは決めてるみたいですけど何を勉強したいのかちょっといまいちわからないのでやりたくないことは全部避けて一番楽しめそうな選考を選ぶ方向に持っていきました。 彼の周りのお友達はほぼ全員 STEM、えっと、サイエンステクノロジーエンジニアリングマスに行きますがうちの子は全然違う学部に申請しています。じゃあお友達のみんな本当に STEM の適性があるんでしょうかみんな STEM に強い興味があって楽しみながら4年間学ぶことができるんでしょうかもしかしたら周りのプレッシャーエリートチックな友達の間だけじゃなくて親族から「医者になれ」 弁護士にになななななれ、それれそがダメならエンジニアになれっていいいうプレッシャーもあるんじゃないかなと思います。就職で大卒以上っていう条件が多いからっていう理由で人生を生きていく道具の一つとして大学に進学する場合誰でも聞いたことのある一流とされる大学のどの学部でもいい一番合格しやすいなんか入りやすそうな学部学科に興味もないのに行くことないですか 大学もわざとそういう学科や学部を新設しているような気がします誰が儲かるのかって考えるとやっぱり大学なんですよね大学に行くのは私は決して悪いことではないと思います私は自分が大学大学院に行って自分の気が済みましたよでも興味がない分野をしぶしぶ勉強するために何百万っていうローンを借りてそれが返せないとしたら 学生ローンはアメリカでは医療費と同じくらい負担になって自己破産につながることがまあまああります。でローンが返せなくて自己破産にならないまでもクレジットスコアに傷がついてアパートが借りれないとかね車が車買うローンが組めないとか生活の他の部分に影響が出てきてしまったら困りますよね。私が勤める大大学学もも他の大学も 大学寮をおししゃれに改築したりあと学生のジムをすごくかっこよく建て替えてロッククライミングの施設とかマッサージの施設とかあとリゾート地みたいなプールを追加したりあともう最近では先週ね新しいヤシの木をせっせと植えてましたけどローンのお金がそういうところに行くと思うと私は残念です。学学生生のの大半は仕事をををしししながら学生をしているのでロッククライミングをしたり ヤシの木をででたりする余裕はないんですよね。で以前バイデンさんが世帯収入が年間1 2 5系以下1,250万円ぐらい以下だったら自分の住んでいる州の州立大学に無料で行けるべきだという発言をしたことがあるのを覚えてらっしゃいますか大統領になったので果たしてそれを実現するのかなと思いますがでもね繰り返しますが。 最初の方で言ったように大学というのはビジネスですちょっとした国家と同じくらいのお金を稼ぎますその多額の学費を無料にした場合誰が補填するんでしょうね税金ですちなみにハーバードなどの超学費の高い私立の大学は収入が低い家庭の出身者のアメリカ人学生の学費を 全額免除にするところがとても多いです。一例ですが、ハーバードは世帯収入が6万5000ドル以下だと学費は全額免除されます。まあまずは合格しなきゃいけないんですけど、で最後に学生のリクルートをしていた頃、お国によってはまあはっきり言ったら中国ですけど、開講一番聞かれるのはランキングはっていう質問でした。 選考によっては私の勤める大学全米150位くらいのもありますけどって言うと鼻で笑われましたが大学って何千とあるので150位って別にそんなに悪くないんですよ。あとここだけの話ランキングもお金で買えますビジネスですから。博士号まである大学はノーベル賞を取った科学者を教授として迎えようと いくらお金をかけているかもう考えるとバカバカしくなりますお金持ちの家の子たちがまあまあバカでも親が行ったイエールに行ったり親が卒業したハーバードに行ったりまあレガシー枠っていうのがあるんですがこれだって将来的にお金として戻ってくるのを見越していることです大学に行くなら自分の強みを生かせるものを学んでほしいそして。 高い授業料を払うんだからブラブラしないで一生懸命チャンスを生かしてその道を極めるくらい頑張ってほしいなという大学職員そして大学に行きそうな子どもを抱える親としての動画でした。Stay safe, stay healthy.